はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員津田亮司でございます。佐藤さん様、高子様、あたり前田様、 MK 様、ご支援ありがとうございました。とし子様、アメリカの陽子様、雄三様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただいている方もたくさんいらっしゃいまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。2人以上殺害して死刑になりたい、京王線死傷放火事件発生、まあ、あのジョーカーに憧れてですね、ジョーカーの格好してやった24歳服部ってやつらしいんですけど、まあ、こういうですね、あの定期的に起こる無敵の人、もう何もかも嫌になって、やけくそになってる人による被害対策議論が当然のようにあの2ちゃんその他でなされていたんですけれども、まああの出た案はですね、鉄道会社や行政に何かさせるっつ案ばっかでした。割とね、ますますね、あの税金と運賃が高くなっちゃうなーという意見なんですけれどもね、靴沢案、私のですね、まあ我ながらめちゃくちゃな案をあの出しますと、全員に対等許可、全員に、だからサラリーマンも刀持って電車に乗るんですよ、主婦も刀持って、昔に戻す、あとは自衛隊員と警察官、銃の扱いに慣れた人、その OB に拳銃携帯を許可と、で、そこら辺中に、自衛隊員と警察官のまあ引退した退職した人がうじゃうじゃいればですね、こういうあの犯行に出くわす機会も多いと。よくね、あの非番の警官があの店に押し入った犯人を取り押さえたなんていう動画、YouTube には溢れておりますけれども、まあまあそういうのを目指すと、自衛隊員と警察官って両方合わせて現役だとですね50万人ぐらいしかいないんですけれども、まあ OB も含めるともっといるという計算になりますんで、まあまあそういう場面にそういう方々、自衛隊員と警察官だったら取り押さえる術、格闘術なんかにも長けていらっしゃいますから、そういう方にですね拳銃の携帯を許可すると、そういうような案ですね。刀振り回すだろう、みんなに戻したらとかですね、その自衛隊員と警官が無敵になったらどうすんのっていう異論は認めます。もちろん認めます。案を出した瞬間からですね、こういうふうに言われんだろうなというのは予測済み。で、もしも全員が対等する世の中になったらですね、まあ持ってる刀でマウントの取り合い腕時計、見せびらかすような感じ、サラリーマン同士ですね、社長よりも高い刀は持ってはいけないとかですね、不分立が出ちゃって、取引先にですね、こんな安い刀持ってったら舐められて相手にしてもらえないとかですね、そういうのになっかもしれない、満員電車でですね鞘が当たったって言って決闘すんのが帝都の名物になると、なんで帝都かっていうと、その田舎の方では満員電車とかあんまないでしょうかね。保険会社はですね決闘保険など新たなビジネスチャンスが生まれそうだ、ですね、まあ鉄道会社にとか政府に何とかしろっていう他力本願でなくて、まあ自力本願、自助方面で考えるとこんなこと思いつくんですけれども、まあまあ我ながらめちゃくちゃな案だな、実現はしねえんだろうな、思います。立憲民主党110から96に
議席を減らした責任を取って陳哲郎幹事長辞任表明いたしました。で、当初昨日の時点では代表を辞める気はないって頑張っていた枝野幸男もですね、陳哲郎が幹事長を辞めるって話に煽られたのとですね、辞任表明です。党中堅から責任取れ糾弾されたのも相当にあった模様であります。まあまあ枝野も代表を辞めるって言い出したってことですね。昨日は辞めねえって言ってたんですけど、今日になって辞めるって言い出したと。その前になんですけれども、新聞赤旗野党共闘の成果の立民候補が自民党の閣僚経験者を次々に敗北に追い込みました。甘利幹事長とか石原伸晃とか平井デジタル大臣のことなどを指すと思われるんですけれども、あと誰かいたっけな、大臣経験者で落選した人誰かいましたっけ自民党で。自民党はですね、12から10に減ったことには触れずに、戦勝報告。それにね、立民候補は共産の手柄じゃないんですけど、まあ未だにですね、共産党の信者やってるような思考停止した化石には、まあこれで十分かな。信者向けの記事ですからね、これあくまで赤旗は。ネットの反応です。大本営発表、負け犬の逃亡やなお実際は議席を減らした模様。共産党が大本営発表する時代が来るとは。つうかいつも自分に都合いいことしか言ってませんよ、赤旗は。最高の皮肉だな、これ。赤旗さんがそう言うならそうなんだよね。共産党及び野党精神的大勝利、反省は決して欠けない。赤旗、自民党15減共産党2減で実質大勝利。共産党マイナス 16.6%、 自民党マイナス 5.4% だぞ。自民党が15減って共産党が2減ったから、共産党の勝ち手はなんないですよね。分母が違いすぎますからね。もちろん C 和夫もですね、敗戦の責任は取りません。21年間ずっとずっとそうでした。C 和夫、政治方針は間違っていない、結果に対して責任などないっつってですね、まあ辞める気がないことを表明。ネットの反応です。ちょっと何言ってるか分かんない。へりくつこねんなや。つまり僕悪くないもん。私が成功だと言えば成功だ。いつまで院長に居座る気だ。独裁者の鏡やな。間違いじゃないと判定するのが自分とはね。間違いを認めないことが21年の独裁の秘訣。党員がこれで納得しているのもすげえ。もうこれね、言いなりですよね、党員ね。共産党員ね。これで納得できるんだ。へえ。権威と権力を未だに分けて考えられない。決して間違いを認められない共産党ね。まあ、詳しくはですね、共産党、無謬性で検索してみてください。謝ったり責任取ったりするとですね、左翼界隈ではですね、底辺に落ちる、水に落ちた犬のように棒で叩かれるから謝れない。詳しくは山岳ベース事件で検索してみてください。12議席が半減してもですね、もしも12議席が3議席ぐらいになっちゃったりしてもですね、C和夫は委員長を辞めたりはしないんだろうなとは思ってました。そんなことしたら共産党じゃないですもんね。 C 和夫も辞めるとしたらですね、未だに陰性、影から操ってる不破哲三90歳の X デイ以降ですね。まあ90歳ですから、あと20年は生きてないでしょうから、バカの小池晃を代表にして C 和夫が今度陰性始めるかもしれないんですね。大本営発表した赤旗に比べ、日刊現代はまだ素直でした。機械結末、維新4倍増、自民高笑い、
こんな自民党政権続く、痛恨と絶望自民党の狡猾、野党の甘さ、大メディアの怪しい動きなど、そこには多くの要因があるのだろうが、安倍・菅・岸田政権を選択した有権者は狡猾な権力者にいいように収奪されるだけだろうと、ものすごく悔しそうな悪意に満ちた記事を書いておりました。ネットの反応です。奇怪結末、頭おかしくなってるやん。露骨に悔しそうで草、めっちゃ悔しそうでワロス。自民が選ばれて何が悪いんだ。立憲共産マスゴミの敗北で飯がうまい。自民だけで絶対安定多数なんだよな。負けを認めるとか甘いわ。赤旗を見習って勝利宣言しろというような意見がありました。まあめっちゃ悔しがってて大笑いしちゃうんですけど、謎の勝利宣言してい いる赤旗よりも、まあ現実見えてる感がありますね。だから共産と組むのと、あれほど連合と敬語してたんでね。日刊現代記者がストレス受けてですね、ギギギギギって怒ってですね、まあ免疫下がって、風邪ひくといいなって思っております。さて、枝野幸男代表辞任表明、ネットの反応、往生際悪いとこ見せといて結局やめるんかーい、続けてくれよ、乾いた笑いを提供してくれ、やめない方がグダグダで見てて面白そうだったのに、支持者からも鼻で笑われてそう、自分が作った党を他人に取られるのは辛いだろうから河野太郎を引き抜いてもいい、石破はくれてやってもいいよ、そろそろ党名を変える頃合い、次が誰なのか思い浮かばない、共産党に吸収されちゃえば、これいい案だと思うけどな、結構な。自民にとっては嫌なニュース、枝野なら楽勝なのに、立憲なくなるまで続けてほしかったというような意見、残念がる。枝野が代表だったら楽勝だったのに、詐欺細り間違いなかったのに、立憲なくなるまでね、昨日私もそんなこと言いましたけれども、まあ、残念がる声、しきりでありました。意外と人気者だな枝野な、悪意に満ちた笑いなんですけどね、福山哲郎代表、枝野幸男幹事長でどうでしょう。これ靴沢案ですけれども、枝野も福山も辞めるって言ってんだから、福山が代表になって枝野が幹事長に収まったらいいんじゃねえのこれ。枝野にはですね、立憲はわしが作ったみたいな自負があるみたいだし、他人に取られるのは惜しかろう、共産党と違ってですね、よほど下から突き上げられたんでしょうね、突き上げしたやつを粛清する共産党とは、まあ、ちょっとだけ違いますね。 C 和夫、立憲民主党枝野代表が辞任表明と聞き大変に残念ですとコメント。ネットの反応です。お前のせいだろ完全に人ごとで草、あんたも早う、独裁者の余裕、面の皮厚くて笑った、他人ごと人ごとじゃないだろ、あんたもだよ、お前のせいで辞任したようなもんだがな、共産党なんて立憲以上に人材いないだろ。これもしも C 和夫も辞めたらって話、小池晃がスライドして代表になるのかな、和夫ちゃんは辞めへんでーっていう投稿が、さすが熱い面の皮。なんせ革命が成功したらですね、暴力革命が成功したら人の財産も自由も何もかも蹂躙する気だもんね、そんな家畜どもに何と言われようと平気平気共産党にとって。和夫は決して辞めません。つうか不破鉄造の許可がなければ辞められないって言った方が正確ですね、不破鉄造の鶴の一声で、こいつが代表っつって、決められてから早21年経過、不破鉄造が決めたものを不破鉄造が辞めていいよって言わないと
決して、やめられないっていうのが本当だと思います。カズオはですね、一応ね、枝野は埼玉5区に一応出馬して勝利してんですよ。それと違って C カズオは選挙区なし、比例だけに出馬して1位で楽々当選。そもそも選挙に参加してませんね。共産党内にもですね、C カズオへの不満はあるが、それを口にすればですね、追放されるので、議員も秘書も職員もだんまり決め込んでおります。共産党内だけ、北朝鮮みたいになってんですよ。まあ、北朝鮮みたいにですね、逆らったら、機関銃でバラバラとか、そういうことはないんですけども、まあまあ、早く、こんな危険な思想を持ってる連中は、早く法律で禁止しないといけないなぁ、と思っております。我ながらなかなかいいアイディアだと思いますけどね、福山代表、枝野幹事長っていうのはね、採用してくれないかなぁ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン、いててててて。